ナマンダーブ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 。こんにちは、釈是真です。しばらく、YouTube やっておりませんでした。風邪をひいてたわけでもないし、体調も悪かったわけではないんですけれども、寒かったですね。寒くて ここの部屋も寒いし、あっちの部屋も寒いので、休んでおりました。冬ごもりです。それで、その間、去年の9月からですけども、いろいろなんか世間をお騒がせするような、少しですよ。というと悪い言葉に聞こえますけども、ちょっとびっくりしたことがあってですね、少しそこからお話ししたいなと思ってるんですけど、去年ほらっていうか、刑事仏教協会ですか、最初どなたでしたっけね、江田さんっていう方がですね、お嬢さんですが、全国にある掲示板、お寺さんでこうやってますよね。教会の方、なんかね、よく教会の、お寺、教会の前に、副音章ですか、ルカなんとかとかですね、章とかって、いろいろ神様の言葉、キリスト様の言葉ですね、書いておられますけど、仏教でもいろいろ書いておられるってお寺がいっぱいありますよね。最近はツイッターの方が多いんですけれど、門徒昌磨さんっていう方がね、全国のそのお寺さんにある掲示板を Google で検索されてですね、ずっとしょっちゅう、多分全国ね、映してくれるんじゃないかと思いますけど、そういうふうな活動をしておられる方もいて、いろいろなお寺でね、いろいろな宗派ありますけど、いろいろな言葉があるもんだなと思っておったんですけども、たまたま娘からですね、お父さんもせっかく汚い字でね、掲示板書いてるんだから投票、やってみ、投票っていうんですか、やってみたらっていうことでね、やったんですけれども、やはりね、落ちましたね。私より上手なキャッチコピーを書くお嬢さん方がね、若い方がいっぱいいらっしゃって、いいなー、やっぱり一等賞だなと思うのがありましたね。去年と今年とね、2回あったようであります。最初の大賞は、お前も死ぬぞっていうね、お釈迦様の言葉のそうです。それが1回目のね、大賞。2回目が、松本さんという芸能人がね、いらっしゃいますが、この方が吉本の騒ぎの時にね、使った言葉を使って、衆生は不安世の阿弥陀が動きますというようなことが言っとなったそうですね。その時に去年私たまたまで南部がね、応募したんです。そして、どうせね、無理だろうなと思って、謙虚な気持ちでいたんですけれども、たまたまフジテレビ系列の「とくダネ！」っていう番組で、前も紹介しましたけどね、テレビでね、紹介してもいいかということで、電話でね、連絡があって紹介していただいたんです。本当にもう20分ぐらいの中のね、30秒ぐらいでしたけどね、ちょこっと映っておったんですが、これがテレビをね、映したやつです。映ってますか？映ってますね。前も言いましたけどね、こっちの方ですね、こっちの方。ちょっと見えませんが、親父の今後とブッダの言葉を後で聞くというね、テレビに映りましてね、全国初公開だったんですけども、その他にね、ずっと候補作がいっぱいあって、この後、一等賞が去年決まったわけですよね。攻めた標語が増えている理由、仏教界が抱える問題ね、大きなテーマであれですけれども、そういうね、取り上げられるとは思ってなかったんですけども、冗談でね、こういうのも面白いかなと思ってやったんですけどね。これはテレビに取り上げられたやつですね。これが19年の9月19日ですね。最初だったんでね、びっくりして喜んで、家族でね、見てましたけどね、ありがたいな、こういう言葉で何か、お釈迦様のね、
教えにね興味を持ってくだされ方がいればいいなと思ったんですけどね。それでその後ですけれど、その後実はこれは先ほど言ったその最初に掲示板大賞を、ね、発案した方が江田さんということらしいんですが、その方となんかダイヤモンドセレクト編集部っていう方がですね、江田知章ダイヤモンドセレクト編集部ライフ社会お寺の掲示板の深いお言葉っていうのでですね、ネットに出ておったんですね。私知らなかったんですけど、その時はですねフジテレビの場合は載せていいですかって電話だけでしたけどね、あったんですけども、これはネットに出てたやつで、その時は使っていいかっていうことは許可なかったんですけど、いっぱい載ってたんですけど、その中の一つね、これプリントアウト印刷してきたんですけどね、こういう言葉ですね。これも掲示板に書いたやつです。人生と地獄は同じ字という文字から始まるんだなというですね、相田光雄風にこう書いたんですけど、これをですね、書いてみておって、これもなんか去年のいろいろな600、800でしたかね、全国から候補作が集まったんでしょうけども、その中で30部ぐらいですね、江田さんという方がこのダイヤモンド社ってどういうとこか知らないんです、有名な出版社かもしれませんが、それのですね本なんて言うんでしょうかね、ネットに載っとったんですね、たまたまね。で、私以外のも載ってたんですよ。その解説がね、とっても良くて、私の字よりもその解説の方が素晴らしくてですね、それを実はちょっと今日紹介してみたいなと思ったんですけどね。うん、まあ、これは最初はね、これもそうですけど、字という継ぐ言葉がいっぱいありますよね。でそれでもう一つ本当は人生と地獄と自由はみんな字という字から始まるんだなっていうことですね。字というのは自分の字に、まあ字という自分の字という意味を込めてるんですけれども、それにしたかったんですけどね、こっちの方がなんか大きな字で書いて分かりやすかったのかなということで、取り上げで、これにわざわざね江田さんという方が解説してくださってたんですね。まあ、しかもですね、この鹿に、解説ね、瞬間に立ち上がる、地獄と極楽の様相ってね、そこまで私考えてなかったんですが、ちょっとここ読んでみますね。今回は岩手県盛岡市にある高蓮寺ビハラハウスの掲示板です。ビハーラとはサンスクリット語で少女、祇園少女っていうね言葉がありますよね、平家物語とか、僧院、寺院、あるいは安住、休養の場所を意味しますってね、そういうな意味があるんですね。サンスクリット語というのは、まあ、インドの言葉ですね。投稿された方のコメント欄には、人生も地獄も自分で作る時があるから同じ字という文字から始まるんだなとありましたというところからね、江田さんが解説してるんですが、皆さんは地獄というとどのような光景を思い浮かべますか。私たちが思い浮かべる地獄の光景は、平安時代に天台宗の僧侶である源信、恵心僧図という方で、この方は親鸞聖人も非常にね尊敬しておられた方で、龍樹天神鈍乱道尺源信源空って言ってですね、間違えました最近忘れてました。インドのね、龍樹天神という方がインドの称賛ね、それから道尺、禅道道尺という方ですね、が鈍乱道尺、鈍乱道尺禅道というのが、まあ、インドの中国の称賛ですね。それから源信源空というのが日本の称賛ね。で全部7人、それを七高祖という、出てこないですね、おはようございますですが、その7人のね、偉いお嬢さんの中のね一人として親鸞聖人がね源信という方で、また解説も長くなるとやめますが、
原神、絵心僧侶が書いた往生要集の地獄の様子にほぼ由来していると言われています。極楽浄土 と対比する形でそこに描かれた地獄の様相は非常に生々しく恐ろしい。8つの地獄にそれぞれ16の副地獄、サブのね、予備って言いますね、地獄がある。全部で128の地獄が示されています。話が変わって、今から2年ほど前に地獄へワンダーランドという展覧会が東京日本橋の三井記念美術館であり鑑賞しました。伊田さんがね、そこには日本古来の地獄絵が展示してあり、気持ち悪いものも数多くありましたが、意外にも若い女性のグループが楽しそうに見ていたのが印象的でした。その様子を見て、現在の世界では地獄というもの自体がファンタジーでありリアリティを持たなくなっていることを実感しました。昔は地獄の話を聞き、地獄絵を見て触れ上がった人が数多くいました。幼少期の白隠禅師ってね、もそうした一人です。この方はね、お風呂に入って、わあ地獄の釜ゆでだってね、飛び上がったそうですよね。それから仏像に入った。幼い白隠は地獄のことを非常に恐れ、それが仏像に入るきっかけになったというのです。地獄にまつわる白隠の有名なエピソードがあります。まあ、白隠さんがね、悟りを開かれた後でね、地獄について極楽について、まあ、話しているエピソード。一人の武士が白隠のところに来て、地獄や極楽はあるのかと質問しました。その時に白隠は、武士ともあろう者が死が怖くなったのか、そんなことを気にするとは全く腰抜けだなと言ったそうです。その発言に腹を立てた武士は刀を抜いて切りかかろうとした瞬間、それそこが地獄じゃと白隠は言いました。その言葉で我に返った武士は正座をして頭を下げ詫びるのですが、その時にそこが極楽じゃと言ったそうですね。このやり取りから伺えることは、この世の中にも自分の心次第で地獄や極楽が現出する、現れてくるということです。悲惨な事件や事故が起こった時によくその現場を地獄へというねと表現しますが、私たち人間がこの世界の中で地獄を作り出すことが数多くあります。第二次世界大戦の強制収容所アウシュビッツもそうですし、広島や長崎で起こったことも間違いなく人類が作り出したリアルな地獄だと言えるでしょう。遠い昔から世界の至るところで死後の世界として地獄について語られてきました。そのような地獄の話や地獄絵を空想の産物として一生に付すことは可能です。しかし地獄をファンタジーとして捉えるのではなく、自分自身がこの世の中で地獄を創出し作り出し、それを体験する主体にもなりうることを自覚することが大切ではないでしょうか。枝智章さんという方がね、これは浄土真宗本願寺派の僧侶って書いてありましたけどね、解説しておられまして、いや立派な解説でありがたいなって、私がありがたいことはないかもしれませんが、立派な解説なさるなと思ってね、びっくりして、解説の方がありがたいなと思ったんですけれども、まあここにね、そういうようなことでちょっと余談になりますけれども、そういうようなことでね、これはたまたまそういうふうな言葉ですね。地獄も人生も地という字から始まるんだな、自由ということもね、その中に私は入ると思うんですけども、私たちの心の世界を、まあの中にね、現実にもそうですけども作り出していくものがあるということを言いますよね。安田理人先生が四国のお道行の方とですね、いろいろ安心論問答をねしておられておられた本が、薄いのがありましたけど、地獄を怖がる心が地獄を作り出すんだというような言葉でしたかね、ありましたね。地獄を恐れる心が地獄っていうんですかね。まあ、安田先生といえば不安に立つというようなことをねよくおっしゃるんですけれども、まあ、親鸞思想というものを現代風な哲学解釈すればそういう言葉になるのかなと思うんですよね。ということなんですが、
まあ、それはそうなんですが、その近衛さんのおっしゃってることと、まあ、安田先生の言葉ではちょっと違いますけれども、まあ、地獄はね、どこにあるんだと言って、その桜、先ほどのね、悪人善事はそこだとかね、恐れるところに地獄があるんですかね。まあ、それでしまえばそれまでですけどね。ただ実際私たち地獄にいる時に、ね、地獄と気づかないんですよね。苦しい時は苦しいまんまじゃないですか。腹減った時は腹減ったって腹減ったことしか考えられませんよね。金がない時は金がないって、借金した時は借金でしょ。がんになったら、いや病気になったらね、あ病気病気なんとかしなきゃ、そのことにね、一極集中していますよね。で、他のこと考えられなくなって、脳の80%はね、そのことばっかり考えてますよね。それが私たちです。まあ、人間関係でね、が一番、人生の苦しみだって、アドラーさんがね、おっしゃってましたけど、違う言葉でしたか。他人は地獄だっていうサルトルの言葉もあるそうですけども、まあ、そういうこともあるでしょうけどね。ですから私たち苦しい苦しいと言ってる時、苦しさの中にいますとね、苦しさが苦しいということを正しく評価できないことありますよね。なんで俺だけがこうやって苦しいんだろう、ずっと苦しむ中にいますとね、その助かりようがないんですよね。だけどそれが苦しみだと、それがこう、あなたの苦しみですよ、あなたのが今経験していることは地獄のような苦しみで、誰も無代謝って言って変わる人はいないんだけれども、あなたが今地獄を歩いてる苦しみをのせご世界を一歩一歩ね、歩んでるんですよと気づかせてもらうところに、私たちはね、地獄にいるってことを正しく知ることによって、地獄からね、這い出てくる世界があるんじゃないかっていうことがあると思うんですよね。だから助かってみないとね、わからないですよね。心が汚れてるってことは、汚れていないというものがあって初めてわかるわけですよ。汚いものがあるってことは、綺麗なものがあるからわかるわけですよね。仏さんがいらっしゃるから、私たちはね、凡夫だと、人間だ、罪悪人事の凡夫だということは気づくわけですよ。それいつでもこう、リンクしてるっていうか、シェアしてるっていうかですね、同じ世界のものなんですよね。ですから昔、いろいろこの前もね、この前っていうか、時々たまに 若い方、お年の方とかね、高校名になるんですけど、お話なんか聞いててね、私も自分自身もそうですけれども、やはり、地獄のようなね、苦しみ、それはその人にかわからないんですよね。あなたは地獄の何丁目にいますよなんて言われませんよ。それラーメンじゃないんだからね、激辛ラーメンじゃないんだからね。それは食べてる時はね、辛い辛い辛いだけですよね。まあ、そのラーメンだとね、何丁目、1丁目が一番ね、辛くなくて、10丁目だったらもう激辛で食えないということがありますけど、私たちの心の苦しみって、そういうことになってるんじゃないですかね。だから私は今、まあ、だからこの苦しんでるということは、一歩一歩ね、前に人生が歩めないということを表してるんじゃないかと思うんですね。一歩歩くことに苦しい。この苦しみはいつまでも続くんだということになれば、やはり私たちはね、地獄に梁の山というね、集合地獄の中の一つにあるそうですけどね、あるいは東洋林地獄とかね、要するにその、まあ、邪淫っていうんですか、窃盗、中盗ですか、あるいは殺生ですか、そういうようなことをすることによって落ちる地獄だそうですけれども、まあ、歩けないってね、歩くたびにもう梁がね、足の裏に刺さって痛い。ちょっとうまく説明できませんけどね。要するに絵で言えばね、梁の山の上を私たちは苦しんでるということは、梁の山の地獄をね、鬼に金棒にね、押し付けられてね、歩ませられてるというような感覚ですよね。一日一日が痛いと。一日一日生きることが苦しいと。
いうことですよね。それって昔の人はね、針山地獄だって言ったじゃないですか。実感ですよね。なんでこんな痛みをしながら生きていかなきゃならないんだろう。それやはりその地獄ですよね。まあ昔これ書いたんですけどね、下手ないですけどね こういうふうなことなんじゃないですか。ここが目、まあ、針の山地獄ですね。毎日歩いてるんだけど、痛い痛い痛いって言ってるんだけど、今生きてますよね。苦しいけど今生きてる。生きてるということは、その針の山を今歩いてるということですね。そしてここが鬼の金棒でね、歩め歩めって言って。これって何でしょうね。やっぱり自分が受け止めていくところの苦しみですよね。そういう苦しみ、それがずっと続いてて、ある時ふっと気がついて、あ、私は今地獄を歩いてるんだと。どこまでも続くんだと。だったらこの地獄をね、歩んでみようかというようなところで、地獄というものを、まあ、知るということによって、なんかその光がね、差してくるということがあるんじゃないですかね。私たちの心の中はもうね、もう正しい認識ができませんので、自分の都合のいいように世の中解釈し、正しいように自分の都合のいいように自分を自己正当化していきますでしょ。でしょって言われて、そうじゃない、いや、ブッダと同じように悟ってて正しく物事を見てるんだという方もあるかもしれないけど、迷い苦しみがあるということはそうじゃないわけです。ですから、そういうようなところでね、歩んでる時にふとですよ、ふとね、いや地獄だねって苦しい。地獄は今昔の人が言っておった、体験しておった苦しみを私も同じように体験させてられてるんだな。一歩一歩針の山を歩かせてもらってるな。生活してる地獄なんだな、生活なんだなと気づいた時に、ふっとね、心が軽くなる時があるんですよね。ここ歩いていける、歩いていこうと。辛いけれど悲しいけれど歩いていこうというような自分になった時に、初めてそこにね、仏様がね、仏様も一緒に私と一緒にね、春の山を歩いてくださった、やむしろ阿弥陀様、仏様の方が私にね、どうかその苦しみから解放していただきたいと、助かってほしいと言って、私が踏んづけてる春の山のところに先立って倒れ込んで、そして私の背中の上を歩いてくれよと言ってくださっておったんだなというですね、安堵感っていうんですかね、地獄の中に安堵感がある、地獄の中に極楽を見るという、まあ不安に立つというんですかね、安田先生とは考え方が、私は明日が浅くて浅はかで軽いんですけれども、そういう不安に立つという言葉だけ思い出させていただければ、そういうことじゃないですかね。自分の宿業の悲しみの上に立って生きていけるということですね。それが不安とは言うけれども、不安を抱えながら生きていくしかないのが人間なんだと。そこに立てということですね。そこから逃げるなということですね。逃げたくなりますよ、それ。一刻でも早くね、自分の財産の借金返してゼロにしてね、まあ、ブッダというかね、阿弥陀様のように、もうね、100%清浄な世界に生まれたいと思う。だけどそうはいかないんですよ、生きてる時はね、こういう地獄を歩んでいかなきゃならないと。まあ大熟菩薩と言いますかね、私の苦の代わりにね、私に先立って私よりも苦しみを背負ってくださってる阿弥陀様がいらっしゃるんだというような意味でね、私たちは実は人間全部針の山を今歩ませてもらってるんじゃないかと思いますよ。苦のない人は違いますよ。悪は何もないって、毎日極楽だって人はね、それはね、極楽地獄なんですね。まあ地獄になんです、それもね。まあそういうのはね、そういうようなことがまあありまして、この江田さんがね、地獄ってことについてね、ああ、なるほど、ファンタジーじゃないよと、ね、昔の人のね、妄想じゃありませんよと、そうじゃなくて、最後に書いてますけどね、自分自身がこの世の中で地獄を作り出し、それを体験する主体にもなり得ることを自覚することが大切ではないでしょうか。主体にもなり得るんじゃない、なってるんですね。
主体だと気がついたところに枝さんは助かっていく道があるとおっしゃってるわけだね。どこまで行っても地獄なんだと、苦しみは続くんだと。だからこそ私たちの永遠の救いというものを仏様が本願という形でね、どんな人でもその苦しみ、煩悩の前の苦しみ、地獄の苦しみから救うんだと言って、念仏一つでいいということをね、おっしゃってくださってるわけですよね。そういうようなことがね、まあ一つ、こういうふうなね、ここにはこの看板にはそんな深い意味ありませんよ思いついて書いたんですからね、まあ、字同じ字がつくなっていうようなことで書いたんですけども、江田さんがねあんまりもうこんなこと書いてしまったんで困ったなと思ってるんですけどね。でもなんか誰がね見てくださってれば地獄ね、言葉は聞いたことあるけれども、これが地獄なのかと、ね、いうことをうなずくことがねできた時に、そこにはすでに浄土からの光ありという世界があるんじゃないでしょうかね。そこまで歩み続けていかなければ救われないような業の深さといいますかね、悲しみというものをみんなまあ持っていらっしゃる、みんなというと申し訳ないけども、私は持っているということでございますね。そうして、これがですね去年の9月28日これは投稿した日なんだ、まあ、まあ同じような日で、これが9月の、19日だから、まあほどなくですね、このフジテレビで放送された後で、このこちらがね、なんかネットに載ったんですね。載ったようです。私これ後で去年のね暮れに、あれ降りると思ったんですけどね、この時はね別に私に電話も何もなかったんですけどね、それでその後ですね、これは今年ですが、皆さんご存知かどうかは分かりませんけども、月刊住職って言ってね、いろいろ寺院関係の新聞、中華日報さんとかね、あるいは各本山さんに、正月東本山寺さんではそれぞれ新聞をね、全国のお寺さん門徒さんにも出しておられますんですね。これは何回かいろいろあったようですけども、住職、月刊住職ということはね、発行部数が1万5000でしたかね、1万8000でしたか、ちょっと忘れましたけど、もう立派なね、なんか綺麗のツヤツヤとしたね、綺麗な、いろいろなこと書いてありますけどね、まあ、いわゆるそのあんまり硬くないねお話をしてくださってるんですね。その中で実はそのこの中でですね、よいしょっと、お寺の掲示板コンテストっていうものをね、この月刊住職さんで取り上げておられたんですね。それでこの時はそのお電話いただいてですね、住職編集部の本木さんという方からね電話があって、取り上げていいですか、といいですよって言ってね、やった。そしたらここにね載せていただいてるんですね。本当はどこに行きたいのって、みんな簡単な字なんですけどまあ短いのがいいんですかね。これがこちらがね、去年一等賞取ったっていうか、どこだっけな、お世話さんの会談ですね。こちらが私のやつでね、ということを載せていただいたんですよね。本当はどこに行きたいの、これはもう当時ね、これいつでしたかね、もう忘れたんですけどね、いろいろここね、ちょっと人があまり通らないところなんですけども、温泉がありましてね、いろんな方が通ってらっしゃるんですよね。
それで私も若い時はあちこち行ったんですけども、あちこち行くんですけれども、あとはほら正月、あるいはお盆、あるいは中国ですと春節っていうんですか、お正月で里帰りされるじゃないですかね。そして正月になると海外旅行行って、そしてまた帰ってきてね、そして心と体をねリラックスさせるということですが、でもそれ行ったり来たりしてるのもね面倒くさいなと思って 1回だけで本当はどこに行きたいのということをねちょっと考えたんですね。私自身の問題ですよ。本当はどこ行ったら本当にあなたは安らげるの。温泉に入ってもまた1回入ってね、それでもう100年ぐらい張らなくていいって言ったらいいんだけど、ちょっとあっちだこっちだとかね行った時にはやっぱり行くじゃないですか、ね、まあ、それは行っていいんですよ、もちろんね。頭痛い、腰痛いね、肩痛い、さまざま病気がある時はね温泉行くと聞きますからね。ここで言ってるのは本当はどこに行きたいのっていうことで、まあ今日はちょっと時間ないのであれですけれども、有名なゴッホのお友達、絶交しましたから友達と言えないかもしれませんけど、ゴーギャンさんっていう絵描きさんいましてね、あの方がフランスからタヒチですか、そしてそこでなんか文明に属されない人と結婚して、まあいろいろあってですね、そして、最後の絵って言われてるものがあって、まあ本当は後でまた描いたそうで、違うの描いたそうですけども、有名な題忘れましたが、我々はどこから来て何者でどこに行くのかっていうね、大きな絵があるそうです。現物は見たことないですけど、そういうのはね、絵とか見ておったんですかね。だから本当は私たちは魂のふるさとというかね、まあ真宗の浄土とかっていうんですけど、本当に心の休まるふるさと、浄土、ふるさとということであれば、そこに生まれたわけですよね。そこに生まれて、そこから私たちは、仕事でね、あちこち行ったりするわけですね。まあ、昔、私の時代には金の卒って言ってね、中学校卒業した方が集団就職ということで、容疑車に乗ってね、駅でお父さん、お母さん、先生方に別れて、東京ではね、大都会に集団就職したもんですよね。連日のようにニュース載ってました。今の京浜工業地帯をね、盛んにさせる日本のね、産業立国にするためですかね。地方からね、地方の後継者たちがね、次男三男の方々もね、東京都会に行って、日本の復興をね、してくださったわけですけど、何言うんだか忘れちゃいました。すいません。聞こえてますか？ YouTuber の和也さんがね、この前言ってましたけど、年寄りは声が低いのでね、YouTube やるとき大きな声出してくださいと言われてましたけど、なかなかやっぱり出ないこと、できないこと言うんだな、あの人と思って。やっぱり年取ってくるとね、肺活量低いから、マイクもこれ、もうちょっといいのかね、けないかもしれない。聞こえてますかね？ まあ、そういうようなことで、そうそう、どこへ行きたいかっていうね、どこへ行くのかっていうね、私たちの魂のふるさとはどこだと。ね、ゴーギャンさんはどこに見つけたのか分かりません。キリスト教かもしれませんが、キリスト教じゃない現地のね、宗教に馴染んで、何かそういうふうなところにね、安らぎを見つけたかもしれませんが、これは他人事でなくて、私たちのね、人間一人一人の、課題かなと思ったりするんですよね。本当に帰れる場所っていうのは、あっちにあるのか、こっちにあるのか、どこにあるのか、っていうことをね、ふと思ったわけですね。それでまあ、そこに、ちょっとあちこちになりますけど、これも、これはまあこれでね、そういうようなことで、
ありがとうございましたということで、まあこれもね、何かお念仏が広がればいいなと思ってね、書かせていただいて、まあね、載せていただきました。そういうようなことで、私たちも本当の魂のふるさとというものをね、やっぱり浄土とか念仏ということも大事なんですけれども、やはりそれを、まあ、なんていうんですかね、こう言葉で言えばいろいろねあるんでしょうけれども、最近考えたのは これですね、これこれっていうと変ですけど、まあ簡単に言えば、安らぐ場所ですね、安住の地、安堵すること、往生安堵心というね、松塚豊重先生がおっしゃってましたけど、一回ね堺のお寺さんに行って聞いたらね、往生安堵心って言ってですねおっしゃってまして、まだそこのその言葉だけ覚えてましたけどね、先生お元気ですかそれで、だから幸せっていうことね、幸せ幸福、真宗っていう仏教では幸福なんて言わないですけどね、安心って言わない、安心っていうこういう、そうですけどね、絶対の安心、ね、安心です。そういうようなものっていうのは、宮沢賢治風に言うとあるでしょ、世界人類が幸福にならなければ個人の幸せはないってね、農業なんとかって本のね 一節に書いてありましたけど、まあ簡単に言えばね、幸福ということで言いますと、幸せということで言ってしまえばそうなんですけども、それってやっぱりね、あっちに行っていられる、今から努力していられる、あるいは自己を探求していられる、あるいは人から聞いていられる、実際死んでみなきゃわからないというようなものではないじゃないですかね。やはりそれは個人の幸せでありながら、世界の幸せでもあり、人類の幸せでもあり、今ここで誰でもいつでもどんな状況の中にあってもですよ、得られるものでなければ本物でないんじゃないかなと思ったんですよ。地獄の針の山の上でもですよ、そりゃ体痛い苦しいね、残酷の目にも合いますよ。清沢万さんじゃないけどね、危害殺戮、器用方変、誹謗中傷、透析いろいろな課題書いておられましたけどね、今現実にそういうことが起きてるじゃないですか、あちこちでね。いつ何時そういうようなことになされるかわからないし、私たちだって刻々ね、死の悪魔と戦っていかなきゃならないじゃないですか、生老病死とね。そういう中においても変わらないものでなければ本当の幸せでないということですよね。ですから人間の作ったものでない、仏様を作ったものであれば一番大事、安心安全なんでしょうけれども、それはいつでもどこでも誰でもここにない幸せはないという言葉で言えるようなものじゃなきゃダメだと思ったんですね、最近ね。ここ掘れワンワンというね、花坂じいさんの歌がありますけども、掘らなくてもいいってね、登らなくてもいい、右にも左にも後ろにも前にも行かなくてもいい、今ここに私に与えられているものが全ての人のものと同じものでやらなければならないわけですね。だからこれちょっと読み方がね、ここにない幸せはないってここで切っちゃうと、もうどうしようもなくなるわけですよね。どこにもねえのか、じゃあお前のところの不幸しかねえのかってなりますけども、そうじゃなくて、ここにない幸せはないってこうね、こう続けて読んでいただかないとちょっと勘違いされるんですよね。ちょっと書き方もちょっとどう書いていいか分からなかったんですけどね。でも普通に読めばね、点ついてないわけですから、ここにない幸せはないって普通にね、こう上げ下げしなければ、あ、ここに全ての幸せあるんだということですよ。そういうことです。だここに、私もそうだけど、見てもしいらっしゃる方がいたら、あなたが見ていらっしゃるすぐそこに、すぐそこに、そこにこそ本当の幸せがあるのだと、ということにならなければ、全ての人の幸せにはならないんじゃないか、全ての人と同じ幸せがそこにあるはずだということにならないと不平等じゃないですかね。もしですよ、そこにある幸せが
いや、年取った人はちょっとね、とかね、若い人にはまだ分からないんじゃないかとかね、ちょっと3年山にこもってもらわないと難しいですよとかね、そういうもんじゃないんじゃないですか。条件付きじゃない、無条件の、幸せ、そういうものでなければ本当の幸せとは言えないような気がしたんですよね。言葉で言うとね、そういうことなんですけど、昨日今日そういうようなことをね、ちょっと考えておったんですね。考えてるっていうか、信州のね、念仏なんで、念仏ですよ。念仏。幸せっていうのはね、念仏の、世界に包まれてるということに気がつくということであれば、どこにでもあるじゃないですか。その表象として、象徴としてっていうんですかね、衣装と、さまざまな衣装の商標、商標として、表象としてっていうんですかね、ちょっと言葉が 感じで見えます、見えないかもしれませんけど、言ってる私も、なんていう言葉で言ったらいいのかなと思うんですけど、幸せの中にいるってことに気づくってことですかね。孫悟空がお釈迦様の手のひらの上でね、あちこち右往左往してたけども、そうじゃなかったというね、どこに行ってもお釈迦様の手のひらだ、安心の手のひらの上だったっていう世界ですね。それが本当の賢治さんの言う世界全体がという幸せの手、なんていうんですかね、なんて考え方じゃないかなとね、個人的に思うんですけどね。それが真宗ですと何万大仏っていうことですね。口に出さなくても、心で思わなくても、もうすでにね、念仏の中にみんないるんじゃないかなっていうことを、やはり言葉にしないと伝わらないじゃないですか。幸せって言ったって、ん?とかニコッと笑ってですね、いれば、それは幸せそうだなと思うかもしれないけどね、嘘笑いっていうのもあるからね、ええー、とかってですね、心で泣くってこともあるじゃないですか。でも最近仏様のね、写真とかこう見てますとね、よく仏様をね、観音様も、あるいは不動明王ですかね、弥勒菩薩、運慶さん、快慶さん、平安時代、室町時代ね、昔から日本はどうしてこんなに仏像を作ってきたのかなって思いますね。アシュラとかね、いろいろなその仏教のブッダの眷属っていうんですかね、神様の眷属、不動明王さんとかね、怖い仏さんも、いっぱいいらっしゃいますけどね、ああいうふうな形にしてまでも、やはりそういう、見えないですね、仏様の安らかな世界の中にいるんだということを、やっぱり私たちの先輩方がね、形に表して残したかったんじゃないですかね。だからそれは本当の愛の形っていうのは見えないですよ。見えないけれども、やっぱりそういう形にして、その形から何かこう訴えてね、目覚めてほしいっていうものがあるじゃないですか。阿弥陀様の念仏もね、純粋な愛の形ですからね。で、本当は言葉じゃないわけですよ。生阿弥陀仏書いてバッと破ればもう終わりですけども、そうじゃなくて、やっぱりそこの生阿弥陀仏って書いたその心が分かっていれば、ありがたいなと思っていれば、救われているとすれば、やはり言葉はね、言葉じゃないですね。曽我先生じゃないけど、生阿弥陀仏は生ける言葉の仏心なりって、仏の実だって言うんですね。生きてるよって 言葉が生きてるとね、言霊っていう言葉は日本に昔からあるけれどもね、それに近いものがあるんじゃないですか。切れ鉢の出る何万打仏って何回も言ってますけどね、好きだよっていうことですよね。仏さんの方がね、純粋な愛の形が私たちには分からないんですよ。それだけ念仏が分からない、信心が得られないということは、よっぽど汚れてるということですよね。地獄にいるということがまだ分からないということですね。こんなもんだと思ってるのが地獄ですよ。で、
だけど、ああそうだったなと、こう作りしてきたんだなということですね。ですからその純粋じゃないということが分かれば純粋さが分かるわけでしょう。普段いかにね汚れた生活をしているかということですよ、逆に言ったらね。だから純粋な言葉を聞いてもね響いてこないんですよね。だけどもその言葉に励まされて歩むしかないわけですけど、歩んでそこで、ね、ふとドッとガッとですね気がついた時に 100% ね不純粋だったなっていうところに 100% 純粋な仏様の愛情が入り込む余地があるわけですね。そこに立った時に初めて、不安の上に立って安心して歩んでいける、ね、人間になっていくのかなっていう気がしますね。ちょっと時間がかからないのでちょっとあ45分経ったんですかちょっとあちこちお話ししましたけど、まあそういうようなことでですね、月刊住職さんありがとうございましたまた頑張ってね、何か言葉をもう年なんでね、紡いでいきたいんですけどね。こういうなんかそういえばコメント書いてましたよ。本当は結構ね、本当はどこへ行きたいの、自分の生き方を問う言葉だろう。太く勢いのある字は高蓮寺のお嬢さんの筆致だということでね、ちょっと解説書いてくださってましたけどね、まあ、これはもう省略します。まあよかったらね、これを買ってですねぜひ読んでいただきたいと思います。今日はお話聞いていただいてありがとうございました。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。